ンガとフェスティアキッチンへようこそ。今回はですね、古典菓子になるんですけども、サバランを作っていきたいと思います。過去にクグロフっていうお菓子紹介してますけども、発酵菓子の一種ですね。で、サバランの由来なんですけども、美食家で有名なブリア・サバランっていうフランス人がいて、その人に捧げるお菓子ということで、サバランという名前がついてます。似たお菓子でアリババっていうお菓子もあるんですけど、形が違うだけで、基本的にはほぼ一緒のものと思ってもらっていいです。ババがサバランに変化していったっていう考え方が正解かなと思います。で、発酵生地なんですけど、パンっていうイメージよりは結構、練りも発酵もそこまで神経質にならなくてもいいお菓子かなと思います。多分パティシエなら一回は絶対作ったことがあるお菓子だと思います。やっぱシロップにダクダクに使ったパンなんで、その食感がダメっていう人本当に多いです。あとはお酒を結構多めに使うので、アルコール苦手な人っていうのも結構敬遠しがちなんですけども、食べたことがないっていう人は一回食べてみてほしいお菓子でもあります。中からじゅわっとね、甘い香りのいいシロップが染み出てくる生地、ここがポイントになりますんで、しっかり漬け込んで作っていきます。それでは早速、カモンさん、早速生地を作っていくんですけど、牛乳ですね、牛乳30度ぐらいまで軽く温めてあります。こちらにイーストを溶いておいて、イースト溶いた牛乳をですね、分量の卵と合わせておきます。では粉の方にですね、砂糖と塩を加えて軽く粉の中になじませておきます。そしたらこちらにですね、先ほどの卵と牛乳、イーストが入ったものを加えて、ちょっと粉っぽさがなくなるまでですね、ここで指でやっちゃうと指にベタベタにくっついてやりにくくなっちゃうんで、あらかた生地がまとまったらですね、ここからは手でこねていきます。で、かなり水分が多い生地なので、よくあるパン生地みたいな、しっかりしたひとまとまりになるという感じではないですね。どちらかというと、もう板にこすりつけていくイメージを繰り返します。ここからはひたすら無心でこね続けます。だいたいどうですかね、6分ぐらい経ったんですかね、だいぶ生地が強くなってきてですね、ちょっと手からも若干離れるようになってきます。これぐらいになってきたらこね上げの目安ですかね。しっかり生地も伸びるようになってきました。で、この後生クリームを入れるんですけど、バリバリにグルテンが強い状態なので、少し緩めてからですね、水分や油分が入りやすい状態にしてから混ぜていきます。最初のペースト状の生地から比べたらだいぶパンっぽくなったというか、強い生地になりましたね。ではこちらをですね、生地はボウルに戻してですね、乾燥だけ防ぐために布巾などをかけて、10分から15分ほどちょっと生地を休ませます。それでは15分ほど生地を寝かせた状態ですね。さっきよりも滑らかというか伸びがいい状態になってますんで、こうなったら生クリームを混ぜていきます。で、一度に入れずに、3回ぐらいですかね、分けて混ぜていきます。で、混ぜ方なんですけど、ちょっと折りたたむような感じでこねていくって感じですね。完全に入りきる前に2回目のクリームを加えて、ある程度生クリーム生地に入っていくとですね、だんだん馴染んでいくスピードも上がりますので、
生クリームが完全に入ってですね、生地が均一な状態になると生地が伸びるようになりますので、これぐらいになったら発酵に入ります。じゃあボウルの縁についた生地だけきれいに落としてあげてですね、一度濡れ布巾をかけて30度で発酵させていくんですけど、まあ、目安は倍ぐらいに生地が膨らむまでですね発酵させていきます。それでは発酵させてる間にクリームをですね作っていきます。カスタードクリームをまず炊きます。牛乳は沸騰直前まで温めておきます。では牛乳が温まるまでの間にですね、卵黄に砂糖と香り付けのバニラですね、コーンスターチを混ぜておきます。温めた牛乳をですね、先ほどの卵黄の方に入れたら、裏ごししながらですね鍋に戻します。カスタードクリームの、まあ、お決まりなんですけど、まあ、沸騰してきてとろみがついてから、さらに、まあ、30秒から1分ほどですね加熱して、で一度固まったクリームが緩むまでですね加熱してあげると滑らかで口触りが良くなります。それでカスタードクリーム完成ですね。で炊き上がったクリームはなるべく薄く広げてあげて、きっちりとですねラップをしてあげて冷蔵庫で冷ましておきます。30度で1時間ほど発酵させていい感じに膨らんでくれましたね。でせっかくいい感じに膨らんだんですけど、ちょっと一旦潰してガスを抜きます。でガスを抜いた生地をですね、それで絞り袋に入れておきます。生地は絞り入れて、ハサミで切りながらですね、型に詰めていきます。余るかなと思ったんですけど、絞り切れちゃったんで、やっぱりこのクーロフ型だけで焼くことになりました。で、まあ、絞ったまんまだと形がいびつになってしまいますんで、まあ、指に水をつけてですね、型に押さえつけながら平らにならしてあげてください。まあ、本当はグラム測りながらね絞り入れると均一になるんですけど、この子だけちょっと多いですね。それではこれで二次発酵ですね、30度で20分程度軽く膨らめば OK です。それでは発酵が終わりました。あのじゃやっぱこいつだけちょっと多かったですね。さらに180度に予熱したオーブンで25分から30分ほどしっかりと焼き込んでいきます。出来上がりましたので、焼けたらすぐにですね、型から外して、でこのまま冷ましておきます。それではサバランを仕上げるシロップですね、冷ましている間に作っておきます。シロップは定番の、まあ、柑橘の香るシロップですね。水と砂糖を入れた鍋に輪切りのオレンジとレモンを入れていきます。レモンとオレンジはそれぞれ半分ずつぐらいですかね。スライスしておきます。で残りの半分は後で果汁として入れますので、
スライスしたレモンとオレンジを加えて一度完全に沸騰させます。それでは完全に沸騰したらですね、一旦輪切りを取り出します。では輪切りを取り除いたシロップの中にですね、先ほどの残りのオレンジとレモンの果汁を絞っていきます。果汁まで絞ったら、今回のシロップの主役、ラム酒ですね。こちらを加えて、焼き上げたサバラン生地をですね、漬け込んでいきます。で、ちょっとこの膨らみすぎた口は、ちょっと座りも悪いのと、どうしてもこの皮が、シロップが入るのを邪魔しますんで、焼き面の部分だけ、剥がしてあげて、あとでクリームを絞り入れたいので、この真ん中のくぼんだ部分ですね、ここはくり抜いて、もうドーナツ状にしておきます。漬け込む時なんですけど、このシロップの温度がですね結構重要で、あんまりグラグラと熱すぎる状態だと、このパン生地が吸いすぎてですね、表面が割れちゃったりするので、60度、50度から60度ぐらいですかね、の間をなるべくキープできるといいですね。で、この切った面はですね吸い込みやすいので後から入れます。このドーナツ状の部分を下にしてですね漬け込んでいきます。で、ちょっと時間が経ったら裏返して、まんべんなく吸わせていきます。で、まあ元々はサバランというか、ババアが生まれた理由がですね、時間が経って乾いてしまったパンにですね、まあラム酒をかけて食べたっていうところが発祥らしくて。まあ当時の人はそれを美味しいって感じたんでしょうね。まあそれが、シロップに変わって、で最終的にサバランさんに捧げるお菓子に進化して、まあ、今はね、ラム酒じゃなくていろんな紅茶だったりチョコレートだったりいろんなサバランがあるんですけど、まあ、今の形に変わっていったわけですね。シロップの染み込みにもう少し時間かかりそうなんで、染み終わるまで一旦カットです。それではだいぶいい感じに染み込んできましたんで、指で押してですね、芯がない状態、中に硬い生地があるとこう押した時にプッて当たるんで、こちらがない状態になったらですね、まあ、バットなどに移してもらって、で、まあ、残ったシロップも で、これを一旦冷蔵庫で冷やしていきます。ではサバラン冷やしてる間にですね、仕上げの準備をしていきます。冷やしたカスタードクリームですね、こちらをほぐして生クリームを加えてクリームディプロマット作っていきます。で、結構クリーム硬いんで、ハンドミキサーで低速で回してあげればすぐほぐれてくれますんで、クレームディプロマットだと泡立てた生クリームですね、もう混ぜていくんですけど、サバランで生地がしっかりしてるので、ちょっと滑らかな、とろっとしたクリームにしたいので、生クリームは泡立てずに加えていきます。これでトロッと食感のクレームディプロマットですね、できました。サバランがしっかり冷えれば仕上げていきます。
それではサバランしっかり冷えたので仕上げに入っていきます。まずはですね、表面にナパージュを塗っていきます。準備しておいたクレームディプロマットですね、絞り入れます。まずは好みで飾っていくんですけど、まあ、今回せっかく柑橘系の香りなのでグレープフルーツを、グレープフルーツと今が旬のサクランボと、あと彩りでブルーベリーとミントを飾っていきます。サドリしたグレープフルーツと、一応果物にもツヤがあった方が美味しそうに見えるので、ナパージュを塗ってあげて、最後に緑ですね。これでサバランジュワッとラム酒の効いた大人のデザートですね。では早速いただいていきますかね。それでは今回はサバランをですね紹介させていただきました。伝統菓子ではありますけど、まあ、美味しいと思われるお菓子っていうのはずっと残っていくと思いますので、まあ、少し手間はかかりますけど、とても味わい深いお菓子だと思います。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。またこういった古典菓子からケーキ屋さんで作るようなお菓子、パティシエが使う技術ですね、もう今後どんどん配信していきますので、もしこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アルプロシェン。